ゃあちょっとタブレットで。メニューだけをちょっと見てみます。どれか。そうですね。メニューちょっと見ようかな。結構量はありますね。これ一番気になったのがこのお皿の網ですね。これ油を落とすための網になってて、確かに。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。生キムチです。うま辛だれっていうか、うん、シャキシャキ。おー、もう全然、はい、それでお願いします。しゃぶしゃぶってもう夏にとちょうど今の時期からいい。おお、たっぷりつけてね、このおろし。いや、もうソース本当に一枚もう贅沢につけて。いただきます。肉が柔らかいのと脂身がね、このまた旨味をね、呼んでるというか、はい、でさらにこのつけたそのタレがまたあっさりして、どうですかね、その脂もあんま感じさせないぐらいさっぱりなんかあの流し込んでくれるじゃないですかね。そう、確かにそうですね。お願いします。ちょっと部位が違うのかな、部位というか。でもあのそれこそ選手さんがなんかタンを皆さんはよく刺されてるんで、それ結構これが一番あれじゃないですかね、気合が入ってるというか、おすすめ商品。もうほんと塩コショウ何もつけずに入れても、ああ、そういうことなのかもしれない。でもね、味がこう入っとってね、開いてきましたね、これ。そうですね、なんかすごい綺麗。もうでもあんまり焼きつくぐらいないですかね。なんかね、まあしっかり火を通しておこうかな。なんかね、タオルはあの火を通してちょっと硬くなったり、そのために切っとんかなっていう。あ、まあそうですよね。まあ薄いやつだったらね、すぐパッとね炙るっていうかね、火通りますけど、これはやっぱり。もう考えても美味しそうですね。でもまだね、こちら使ってないよね。そうですね。まだちょっと時間かかってるかね。まだいろいろあると思います。いや、でも今流れすごいですよね。いろんなカレーしてないんで。
おしゃれなものからダイナミックなファイヤーというか炙りやん系のね。いやーまたこの匂いが飛んだね。ねえ。マシね。はい。はい。いただきます。いただきます。ちょっと暑いから気をつけないと。うまっ、うまっ、どうぞ。いただきます。あ、あっさりでおいしい。和牛カルビとハラミ、はい、ありがとうございます。このおいしい網へダイブしましょう。写真だって。これは全部一気にいけそう、いけるぐらいのね、量っていうかね、もう、炙る系に近いような。そうですね、真ん中にいっちゃいます。お肉を全員させちゃいます。練習もしてる。ちょっとこれ、早いから気ぃつけながら。うわ、いただきます。はい、じゃあどうぞ。タレでこれちょっと返しすぎかな。じゃあいきます、ハラミいきます。ハラミはほどもハラミも鶏、多分鶏とかできる。ハラミって最初ですよ。早いですね、焼けるの。そうですね、火力が上がってきましたね。あれ食べるよ、ことですね。そうですね。なんか今さっきカルビの脂身がなんか英語だけですかね、脂感はしっかりあったんですけど、意外にあっさりいける感じがしたんですよね。いただきます。あ、うん、柔らかいですね。ザ焼肉って感じですね、うん、焼肉の定番。それもこちら洗いですね。これも焼いてつけて食べるみたいな。そうですね、すごいですね。はい、ありがとうございます。いきますよ。はい、これもこれ裏面っていうかね、あれだ、はい、これを大事に。なんかあのホルモンってあの表面で油の部分ちょっとだけもうあのサッと炙るぐらいで。ああ、そうなんですよ。いただあ、でもいい感じ。こっから火がね、強くなるんで、ちょっと気をつけながらね。もう一個ずつ、一個ずついけるでしょ。そう、なんかあのスパイスですかね。はい、根元と一緒にいただきます。おいしい。でもレモン、なんかあっさりした塩レモンという、塩、あ、ほんまや、これはおいしいですね、うん。ご飯もめちゃくちゃ進む、うん、いや俺レモンなんて結構進まんだと思ったんですよ。うまっ、ね、アマちゃん行った方がいい。わ、これいけ、もういけますね。ご飯にも合いますね。うまっ、うまっ、うまい。こちらの和牛とろ炙り寿司で、こちらは妻和牛炙り寿司になります。いただきます。はい、じゃあ先に和牛炙り寿司をいただきます。ちゃんと贅沢、贅沢っすよね、もう本当に。めちゃめちゃ美味しい。いや、また頑張って、なんとも言えん、あの和牛炙り寿司で、
少しなんかもうほんまに薄味のタレみたいなのがついておって、どっちかというとこちらの僕は塩をつけさせてもらったんですけどですね、そんなむちゃくちゃ濃くなくて、どっちかというともうあっさりしたタレがついてます。はい。で、あとわさびも全然辛くないですよ。ツンとこうなんですか、吸ってるかな、吸ってるんですかね。あと多分ある程度脂身があるんでそれで消えるかもしれない。どちらかというと醤油みたいな感じですか。そうですね、醤油がもう本当に和風だしの感じでしたね。なんかいいですね。はい、いただきます。お、違います。それぞれ。はい。最後のドロは消えますね。あ、口の中で。でも消えてなくなるし、今さっき以上にわさびの感覚がないぐらい、多分油とかわさびをちょうど、わさびがなかったらちょっと油身をもうちょっと感じるかもしれないですよ。とあとちょっとね、どっちかというと醤油ダレっていうよりはなんかもうほんま。ね、醤油だれを多分薄くしたような感じをつけてます。でもわさびと塩の感じが肉とすごく合います。わさび塩、はい、最高絶品の2個、はい、いただきました。ありがとうございます。こちらよく火を通してお召し上がりください。こちらは和牛肉ですね。朝どれ、上焼きレバーと、こっちが、和牛ユッケですね。こうやってなんかレバーを焼くことがないっていうか、なんかすぐね、火の通りが良さそうな。やっぱ柔らかいお肉ってのは、まあ、レバーもそうですけど、火の通りが早いっていうかね、もうこんな感じじゃないですか、多分。しっかりつけて、まあ、もちろんこの生姜もね、あるんで、しっかり、ね、ちょっと味変ですよね、生姜入れるって。ちょっと俺も生姜入れさせていただきます。うま、大人の味っていうか、なんか、うん、お酒が飲みたくなる感じ。こんな味いいですね。うん、こんぐらいの味付けないですよね。なんか濃いすぎず、そうですね、お肉とマッチして、卵とこれだけでご飯いっぱいいける。うん、はい、あ、もう一回お願いします。いや、俺がもう一回その場所が悪いわ。これね、すごく熱々で、見てください、これキノコテールがむちゃくちゃ、これこう椎茸、椎茸ですか。そうですね、椎茸で、野菜から、これどうしますの、ネギ。もう抹茶が食べるしかないです。いいですか、はい、すなんかゲイさんが一番食べたかったやつじゃないですか。いや、抹茶も食べたかったじゃないですか。食べたかったでも間違いないですね。いや、まあ、結構食べましたけど。で、野菜とちょっとじゃあ取らせていただきましょう。もう、ね、もうあとはバキュームのようにいただこうかなと思って。いや、本当に美味しい。これスープね、ちょっとじゃあ、とスープもいただきます。スタッフが全部残さずいただきましたみたいな、テロップみたいな。でもこれまだ形すごいですよ。で、一回僕が食べて、はい、はい、はい、むちゃくちゃ熱そうなんですけど、いいですかね、食べて。はい、温玉なんですね。温玉ないですよね。温玉をこの上にぶっかけてみたいな。そうですね。食べ方がちょっとわからないですけど、とりあえずぶっかけろと。温泉卵ですね。でそのとろんっていう感じじゃないんで、ちょっとね、限界があるから。うわ、綺麗でもね。うわ、もう一
ちゃくちゃ美味しい。これ僕あの今まで食べたことない冷麺です。これ盛岡冷麺なんですか。これがなんか甘い、うん、ですね。私はでもこれ初めてこの冷麺でこの味食べたの初めてですよ。これお酢かけるでしたっけ。お酢かけるもあり、うん、かけるもあり。いやでもあの酢の味でいけるんじゃないですか。お酢なしで、まあ、そうですね。そのまんまでも全然。いやもうえなんか食べたことありますこの冷麺の味。いやないですね。ちょっと変わった感じですね。でもむちゃ大体酸味の強い冷麺をイメージしとったんですけど甘みが強いで、ね、わーすごい。うわいただきます。うん、あーちゃんお疲れ様でした。お疲れ様です。どうでした。なんかいやー千翔さんのお肉あの僕タンがすごい強いイメージだったんですけどタン以外のお肉もとっても美味しくてなんか初めて尽くしが多かったですね。あの生のキムチすごい食感がシャキシャキして今までにない味わいをしました。あとホルモンもタレ洗いですかね漬けあのもうすごいさっぱりしたホルモンが食べれたりあとあの和牛があのすごくどれもこだわっとんだなっていうのが産地で分かったのとあと僕があのどっちかというと近い凪の和牛も使われとって今凪の和牛もすごいブランド化されてるのでとても美味しい肉が多くてびっくりしました。はいじゃあまた引き続きしっかり食べて、はい癖に帰ってください。はいありがとうございました。